はい、皆さんこんにちは、村田です。今回紹介する、iPhone ケースなんですけれども、ちょっと変わったものを見つけました。それがですね、こちらです。サンクレストさんから出ている iPhone ケースで、どうもですね、このケースだけではなくて、フィルムとか、外枠のフレームだとか、そういったものを組み合わせて360度対衝撃ですよっていう風に言われているケースなんですね。まあ、ちょっとね、僕も初めて見るので、実際にね、自分の iPhone につけてみながら、レビューをお届けできればと思います。それでは行きましょう。イントロ。Oh yeah. Oh yeah. はい、まずパッケージから確認していきましょう。360度対衝撃、画面を守る衝撃吸収フィルム、フレーム、割れないバックパネルということで、ちょっと後ろをね見ていくと、構成としてはバックパネルとフレームと、そして、画面保護のフィルム、この3つで360度この iPhone を保護できるという形みたいですね。実際に、貼っていきますので、まずは開封からですね。はい、開けていくと、はい、出てきました。これは、なるほど、これがバックパネルみたいですね。なるほど。これはクリアな透明タイプが入ってますね。あ、結構硬い。これはポリカーボネートかな。そして、外枠のフレームが入っています。これは結構ぐにゃぐにゃ曲がる。これ TPU、シリコンか。まあ TPU ですよね。うん。衝撃に強そうな弾力性のある、TPU のフレームが入ってますね。あれ？そして、あれ？フィルムが入って、ないな。あ、こっちにね、ありました。あ、失礼しました。こちらに、あ、ありますね。あの、画面保護のフィルムが入ってますね。はい、ということで、ここの、パッケージの方には説明書が入ってますね。なるほど。はい、で、以上の、ラインナップの構成ということで、早速貼り付けていきましょう。はい、まずはですね、フレーム、このバックパネルとフレームの方から貼り付けていきましょう。で、その後に、画面保護のディスプレイを、フィルムを貼っていくという形ですね。はい、バックパネルの方を、重ね合わせて、で、この状態で、こっちか、このね、このフレームにはめていく感じになるかな。側面の方も合わせながら、ギュッと貼っていって、で、この爪がついているので、ここもピタッとはめるようにして、はい、これで取り付け終わりました。続いてですね、このディスプレイ面にこの保護フィルムを貼り付けていきます。付属品にね、このホコリ取りシールも入っているので、まあ、そういったものを使いながらやっていきましょう。まずね、クリーナー、皆さん持っているもので構いませんので、しっかり画面を拭き拭きしてあげましょう。拭き拭きが終わったら、続いてこのね、ホコリ取りシートをペタペタして、ホコリをね、しっかり貼り付けてあげておいてください。はい、これで汚れが取れましたので、続いてね、このフィルムを貼っていきますね。このフィルムが衝撃吸収性能に優れたっていうもので、確かにこうつまんでみるとちょっとね、ぐにゃってなるんですね。なので、普通のね、ペラペラのフィルムというよりも、若干肉厚で、あの、衝撃をこう吸収してくれるような感じがしますね。はい。では、貼っていきましょう。こう粘着面をね、下にしてもらって、こう、で、しっかり位置を合わせてもらって、ペタッとこう貼っていきますね。はい。そして、気泡が入ったところはちゃんと抜いてあげましょう。内から外、内から外っていう感じですね。で、もしこんな感じで気泡抜けないなと思ったら、もう一回こうちょっと上げてもらって、こう貼り付けてあげると、こんな風にね、ここは取れましたよね。そしてね、このフィルムに貼り付けてある、前面側のこの剥離シートを、薄いのでね、フィルムが剥がれないように、こうゆっくり、はい、取ってあげます。そして残ったところを
ちゃんと気泡を抜いてあげましょう。はい、いかがでしょうか。はい、これで綺麗に貼り付けることができました。やっぱりね、とっても一体感ありますね。あの、全部がこうね、360度包まれている感というか、この安心感はとても使う側としてはね、あのメリットになるかなと思いますね。で、しっかりもこの背面のポリカーボネートも丈夫で、こう物理的にね、何か物が当たった時に直接ね、もろにこの iPhone に衝撃が伝わらないような構造になってますね。そして側面部分、こうぐるっとね、取り囲むように肉厚の TPU かなが衝撃に対してとても強い作りになってます。結構ね、ダメージ緩和してくれるんじゃないかなと思いますね。で、前面側のフィルムもちょっとこうわざとこう爪でこう押し込むような感じにしても、若干ね、こうフィルムが厚いおかげで、そうですね、ディスプレイにね、こう接する面が守られている感じはしっかりありますね。そしてボタン部分に関しても、覆われています。この押し心地がどうかっていうと、あ、なるほどね、はいはい、音量ボタンも、ああ、なるほど。はいはいはい。若干、やっぱりこの肉厚な TPU の分だけ、こう、グイッグイッとね、押し込む必要がありますね。ちょっと力が必要かなっていう感じはします。で、ライトニングポート部分に関しては、ちゃんとああいうのが、設けられていますね。で、あとはね、ストラップホールもここにちゃっかりついています。片方だけですね。はい。っていう感じの構成かな。で、このフィルムに関しての、滑り心地は若干摩擦があるかな。ちょっと強めかな。若干こう指のね、腹がこう、クイッと止まる感じもなきにしもあらずって感じですね。まあ、ただね、視認性に関してはそこまでね、光沢感が失われてるっていう感じもしないかな。明るさをこうグッと上げてもちゃんと鮮明に映ってくれますね。まあまあ、この部分はね、やっぱり対衝撃フィルムなので少し厚い分、若干の繊細さっていうのは少し落ちるかもしれませんけれども、まあそれでね、画面が、ディスプレイがね、守れるんだったら、まあ許容範囲かなというところです。はい、続いてマグセーフ系のね、こういったマグネットでくっつく充電器が使えるかどうか、どうだ。あ、充電できますね。でもね、でもくっつきはするんですけど、こんな感じですぐ外れちゃいますね。あー、そうですね、やっぱ磁力が弱いな。ここはね、マグセーフとかの充電器っていうのはあんまり推奨しないですね。やっぱり磁力が弱くなっちゃうので、ちゃんと充電はできるし、くっつくものの、やっぱりこのグラ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 ね、こうすぐ外れちゃいますので、マグネット系アクセサリーは使えないと思っておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、それよりもこのね、360度フルカバーできる安心感の方を取りたいよっていう方は、このケース使ってみてもいいんじゃないかなというところです。はい、ということで、サンクレストさんから発売された360度カバーできちゃうよっていうケースとフィルムとバックパネルのセットをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。総評としては、確かに360度守れて安心感はあるものの、若干このね、フレーム部分の肉厚さがこう使っていて、横幅がね、ちょっと出てしまうので、片手操作をしたい人にはちょっと向かないかなとは思いました。まあ、ただ、こう落としちゃった時の、360度どこからでも、傷をカバーできるよっていう部分に関しては、優れていると思いますので、まあ、絶対に、ね、傷つけたくないよっていう方はね、まあ、ぜひ検討してみてもいいんじゃないかなと思います。詳細はこちらの概要欄に商品ページのリンク入ってますので、チェックしてみてください。そしてこの動画参考になったよという方は、グッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。